JR 東海が三鷹町三座野地区などで計画している残土の処分庁について町は去年9月以降受け入れを前提として協議を進めています町によりますとこの処分場候補地に花の木など希少な植物が生息する環境省選定の重要湿地が含まれていることが2016年に分かったということです町は JR 東海の計画が固まっていない状況で混乱を招くと考えたとして これまで住民に公表していませんでしたが、今月開催予定のフォーラムで説明する方針です。JR 東海は、気象種の群生地はできる限り回避する計画で、回避が難しい場所は移植などで対応し配慮すると、環境保全対策を徹底すると説明しています。